こんにちは、親横です。今日は茨城県の霞ヶ浦市にある、霞ヶ浦ドッグ&マウンテンバイクパークに来ております。寝坊したので化粧もしてないし眉毛もありません。はい、ここにあるねパンプトラックがね難しいんですよ。で、今日はねマウンテンバイク上手くなりたいんでパンプトラックの練習をします。ゴー。はい、それでは1本目です。なんとなくねできているようにも見えなくはないんですが、あ、全然ねプッシュ&プルができないですね。こう押したり引いたりっていうんですかね、進まない。息子が心配で見に行っていて、息子の方がリズム感がいいような気がしますね。はい、全然進まない。私たち家族以外は誰もいません。気を取り直して2本目です。スピードがない。コーナーでね止まりそうです。はい、だんだん失速をしていきます。最初ね下り基調なんですけどね。はい、でここでねサドル下げてなかったことに気づきました。下げたら少し体が前後に動きます。なんかね久しぶりすぎて基礎的なこと忘れてました。サドルはしっかり下げてパンプトラックやらなきゃダメですね。はい、端っこの方で息子がパンプトラックに興味を示し始めました。ちょっとやりたそうです。ここからね空気足しました。ちょっとね空気圧が低すぎたのも原因だったようです。空気入れたらかなり走るようになりました。まあとはいえねまだ全然進まないんですけどね。はい、息子はなんとなく不満そうにパンプトラックを見学しております。これはね後でカメラを見返して気づいたんですが、息子はねもうパンプトラック走りたくて仕方がない。入り口まで行って様子見てます。行っちゃうよ。実は息子のアドバイスが始まります。はい、コーナーはゆっくり行く。ここのコーナーね結構難しいんですよね。はい、ここからは夫と息子が車に戻ったのでぼっち連開始です。音声はありません。はい、一人でねひたすら練習しております。だんだん滑らかにはなってきているんですが、まあね今思い返してもね手しか動かしてないですね。足は本当に水平にしているだけっていう感じでした。どうやって踏むんだっけなみたいな感じですね。こう体が前後に動く感覚をすっかり忘れてというか、まあできないんですけどね、忘れちゃって分かんなくなっちゃって、ひたすら練習をしております。プッシュ&プル難しいですよね。で、この日はですね平日の夕方だったので他のお客さんいなかったのでちょっといろんな角度でねカメラを置いて撮影させてもらいました。はい、パンプトラックばっかりやってたんでね息抜きにスラロームをやってみました。これ初級コースですね。で奥に中級コースもあります。この日はね全然登れてないですね。じわじわっと走りました。で戻ってきてラスト1回です。最初と比べるといくらか体の動き良くなってきたような気もします。まだまだですけどね、このプッシュ&プル深いですよね。このパンプトラックもね今年のうちにね、ペダリングせずにクリアできるようになりたいなと思っています。今年の目標は夏にね楽しくマウンテンバイクで山を下ることなので、基礎トレーニングもねやっぱり大事だと思いますのでコツコツやっていきたいと思います。この投稿ご覧くださりありがとうございました。これからもねマウンテンバイクのスキルも磨いていきたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またね。